お母さんの友達も住んでて、その恋人の4人暮らし？うん。変だね。よく言われる。ゆうこちゃん、青葉家へようこそ。りくくんのお母さんとうちのお母さんって昔から仲良しらしいね。春子さんこんな有名人と友達やったんやな。もう何年も会ってなかったから。私の母が雑誌とかにも取材されたりするような人間なんですが、私は私で何かにならなきゃって思って。うわー、なんか一個見つかればいいんだって。じゃあこの夏何か一個見つけます。お母さんに対抗してるんですよ。春子さんってうちのお母さんとは。久しぶりじゃん。久しぶり。自分にね、自信持ちすぎなの。もう昔からそう。はるばる喧嘩売りに来たの？そうかも。喧嘩しに来たのかも。今さら無理だった。20年前の私が言ってる気がするんだよね。人生の清算してくる。たまにはさ、冒険しないと価値観凝り固まんない？いろいろ冒険した結果ここに落ち着いてんの。バンド一緒にやる？私さ、まだやり残しちゃったことあるんだよね。行ってくるね。若者と大人、過去と未来が交差するひと夏の物語。かっこいいお母さんの青くてダサいとこは若者の希望だよ。映画青葉家のテーブル。